今日は神経性の電車です。千葉駅に飲みに行こうと思って向かってたんですけど、ちょっと後で事情説明しますけど、もう急遽気が変わりまくっちゃって鎌倉で海見たいねっておじさんなっちゃって、あのおじさん鎌倉に行きます。はい、今なんだここ千葉乗り換えなんで、はい、今ここはまだ滝不動っていう駅なんですけど、ここから千葉に向かってんの急遽神奈川県に向かいたいと思います。行きます。はい、もうやばいよ津田沼に今乗り換えてます。いやびっくり。私たち今日は千葉の駅に飲みに行こうと思ってたんですけど、海の話したら海に行きたくなっちゃって、急にで鎌倉の方に今向かうために乗り換えてます。いやもうどうしようもないですね。やってるよ。お、すげえ。沖縄物産展。ボンカレー。余計色がわかるよ。ちょっとじゃあ撮ってください。びしょびしょだよ。撮ってあげるよ。ほら、うわ、もうなんかパンツ、今日履いてるパンツしましまでしょ。マジっすか。それまで分かっちゃってるよ。やばいよ。出ちゃってるよ。いいね、いいね。ああ、もう酔っ払いがやばいな今日も。じゃあここから、これ今来たんじゃないですか。あ、本当だ。あ、間に合ったグリーン車乗りてー。グリーン車乗ってもいいっすよ。2000円ぐらいで。2000円ぐらいやりますか。乗ってもいいよ。じゃあそしたら2回来ようよ。せっかくだグリーン車、せっかくなんでグリーン車にした。これ勝手に座ってれば車掌さんお金取りに来るんですよね。いいじゃないですか。この辺にします。はい、いいですよ。お客様のご協力をお願いいたします。いいんじゃない。ちょっとじゃあ宴会します。つまみです。じゃあお箸どうぞ。乾杯しますか。はい、乾杯しましょう。最高の旅ですね。あ、今日最高じゃん。うん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ鎌倉行きます。あー最高。あれスイカをくっつければいいとかじゃない。うん、なんかこっちの方がいいんじゃない。いや、いいですよ、全然大丈夫です。いきなり最高の旅になりましたね。これが正解だったのか。正解だった。最高ですね。カッターマセこの電車は横須賀線直通海中線栗浜行きです。そうです。じゃあ2本目ですか。This is a Yokosuka Line Rapid Transit Train for 栗浜。昔からだけど、定番のレモンサワーとして。いただきます。サラインがすごいよ。シカで。シカ、はい。あ、あとなんかおつまみ。おつまみ、はい。それでそれバッチリじゃないですか。グリーン車は4号車と5号車です。鎌倉着く前に終了しちゃいそうな勢いで最高っすね。あーでもまだまだグリーン車の旅は続きますね。今品川出ましたね。品川だ。リボンザリッチ、こんな見たことない。
着いたらもう大船、神奈川の近くまで来ました。鎌倉まで行って電車で。The next station is Kamakura J07. The doors on the right side will open. 食いながら飲んでちょっと海の方行きますかね。海見に行こうよ。はい。黄昏たい。今日この頃。鎌倉に到着いた。着きました。着いた。鎌倉。よし、じゃあ海の方行って行きますか。海の方行ってみよう。はい。あ、いいですか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。やべ、開けてもらった。すげえ、めっちゃここ親切っすね。開けてくれましたよ。いや、本当に？レジで。ああ、じゃあ自分でです。乾杯。じゃあ着いた。鎌倉。ああ、美味しい。最高にうまいっす。うまい。やばいな。じゃああの辺行きますか。外人いっぱいいるな。さあ、鎌倉。やばいっすね。これなんだ。手前で曲がるはずだもんね。あ、違うか。あと前やの。まっすぐやの。そうそう。あ、いいね。めっちゃ好きそう。マニア。めっちゃ専門店。うまそう。ケーキ屋さん、肉屋さん、よし、じゃあ海の方行くかな。あ、行こうぜ行こうぜ。中央商品市場とかあるよ。海が見えてきたよ。本当だ、ベストタイミングっすね。そこでもうベロベロになっちゃったらいいよ。まずはシットダウンして。もうすでにベロベロになるよ。もうでも海間もなくっすね。はい。わ、帰りは由比ヶ浜の。そうっすね。江ノ電で帰ろうぜ。江ノ電でちょっとどっか行きましょうよ。行こうよ。どこでもいいよ。4度鎌倉もいいじゃないですか。はーい。あー、もう、ここはあれじゃん、回転寿司屋だ。雨降ってきた。まあでも傘いらないかな。向こう晴れてるから大丈夫だよ。はい、そうっすね。金の玉。大雨注意報発生するな。やばい、この後大雨もしかして。そんなバカな。やべ、ちょっと雨降ってきたかも。まあ大丈夫かな。はい、じゃあちょっと海に向かって行きますか。はいっす。カウンタック走ってますよね。はい、かっこいいっすね。雨が結構降ってきてるけど。海着いたけど雨やばいっすね。結構やばいな。すげえ、やべ、雨をやべ。モーセのようにやっとお尻乾いたのに。本当だよ。まあでも来ましたね。はい。あ、なんかやんできた。まあこんな感じだね。はい。ハイフードだって。はい、美味しそうっす。
タオマンガイ。タオマンガイと、うわ、すげえ、結構雨が痛い。おお、なんか、おお、ちょっとやべえな。うわ、やばいな、これ。ちょっとやばいっすね。これでも屋根ないっすね。やべえ、酔っ払ってるんだ。やべえ、やべえ。雨がすごい。急に。いや、突然の雨で。やべえ、ざんざん降りです。うわ、海までたどり着けない。やべえ、すごい。雨超やばい。これは海に行ってもそれどころじゃないっすよね。サンセットとか見れないねこれ。でも、まあ、もうちょっとでやむよ。雨だとしてればそうっすね、はい、そのつもりで30分ぐらい。あれコンビニ。コンビニないんじゃないの。うわない。おお。やばくないですか結構。これ結構やべえ。おお。土砂降り。おお。あそこの海の家みたいなところで行ってみる。はい。行きますか。おお。結構土砂降りだなこれ。すげえ。でも海を感じる。感じる。雨がすげえ。おお、やべえなこれ。びっちょびちょなんすけども風邪ひいちゃうこれ。いやちょっとやばいなこれ。台風の。やべえなこれ。梅雨だからな今。やばいね我々。台風の真ん中だこれ。あ、ちょっと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 やってる。いやちょっとやばい。どうしましょう。これちょっと。やばいっすよ。やべえなこれ。土砂降りじゃん。日本にやつあるから。あそこ海がいるよ。やりやすいかも。行くしかない。行くしかないか。あ。うおー。めっちゃ過酷な。おお。来ましたビーチ。おおすげえ。あれ予定だとあのビーチで乾杯みたいな。おお。これまだ海の家もできてないんじゃないですか。これは多分まだ海の家もまだ。あ、おお。やばい。最高。感じたいですね、そろそろ。じゃあどうします。で、江ノ電レストランなんで。あ、じゃあとりあえず何か食いますか。はい、であと夕ヶ浜駅で、はい、食って電車乗って遊び行きますか。あ、そうしよう。お昼ご飯食べてないですもんね。そうなんだ。何か食おう。結構雨がやばく、雨がやばくなってきましたけど。どうします。とりあえずどうします。とりあえず由比ヶ浜の駅は、はい、途中方面で見るかな。そうっすね。じゃあこっち向かって、はい、うわーローソンでまた休憩します。そうっすね。もう雨、海楽しかったっすね。でもやばい、海気持ちよかった、はい、すげえよかった。
だけどこれやべえ、ちょっとどっか寄らないとダメだな、寄らないとダメだってこれ、じゃあ雨宿り、これはちょっとまずいな、先に行っちゃうな。よし、とりあえずバーガー屋さんで、あ、初級者だね、はい、昼ランチですね、ランチこれランチですよ、はい、いやーもう最高、喉乾きました、はい、はい、いっぱいランチが来ましたね、こんなんでましたけど、すげー、やべー、ビッグウェブビール、いただきます、今日のランチいただきます、うん、おいしい、バクバクですね、うん、半端ね、おお、すげえでかい、めっちゃでかいね、やばいやばいよ、そう、うまい、うまい、何、照り焼き何すか、ちょっとノーマルっぽいけど、うん、チーズだね、うまい、うん、うん、これはうまい、うん、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、おお、やめ、気持ちいい、気持ちいい、あー、やばいっすね、おお、やんでるぜ、おお、じゃあ由比ヶ浜の駅の方に行きますね、そうしましょう、歩いて行きましょう、あー、もうやばいな、でもまだ5時半、お、まだ早い、早い、結構10分ぐらい歩きますね、はい、いや、いいよ、すごい、ほら、素敵な、本当だ、アメリカっぽい、いいな、あの洋館とかすごくない、豪邸ですね、これ、あ、大工程だね、いいじゃん、このちょっと地下に車降りてくるねロールストレスが出てくるんじゃない、ベントレーかな、おー、見てほら、かっこいい、結構急だね、うん、とりあえずちょっとじゃああれっすね、江ノ電乗ってどっか行きますか、長谷駅着きました、長谷着いたよ、最高、磯の香りが、海鮮丼食いて、食いて、あ、海鮮丼食いて、海鮮丼食いたいね、うん、
方面、鎌倉方面なのかな。夕飯飯に向かって。夕飯飯に向かって。はい、じゃあ乗ります。そうっすね。じゃあとりあえず鎌倉出ます。そうっすね。鎌倉っすね。江ノ島は夏来るってことで。もちろん。はい。ちょっと下見してな、そう感じたね。じゃあ。して。鎌倉駅行きます。鎌倉行きます。はい、戻ります。酒買い。これを先に行ってから。うん、すげえ。うわ、辛口だ。なんかピリッとくる。うめえ。いやー、参ったな、こりゃ。ずっと飲んでるね、今日。はい。今日もそもそも飲み倒しに来てますけどね。そうだね。まだ死に場所が見つかってないっすね。そうだ。じゃああれっすか。こっちから行けそうじゃない？お。いいとこっすね。お金が流れてませんか？おー、よし、鎌倉方面駅来ました。鎌倉着いた。すいません。飯だな、飯。じゃあ、ピザ出れますか。よし。ちょっとあの焼き肉を見に行く。腹減った。今、7時20分ですね。チキン煮込みカレーライス、うまそうじゃん。ちょっと行くしかねえな。よいしょ。いいですか。仕立てみたい。やべえな、ここすごい特色だな、これですね。ありがとうございます。サラリーマンやめて。じゃあ、顔で行きまーす。もう一本ね、うん、ちょっと物だけ頼んじゃう。そうっすね。最高だぜ、今日も。じゃあベスト浅草を。はい、お酒のお客様。はい、はい、ありがとうございます。大きな酒。はい、失礼します。おー、すいません。やった。はい、こちら川越の初狩り醤油でお申し上げください。はい、モデューラのシャッター半分ほど閉めます。はい、お帰りの際、頭気をつけてくださいね。はい、いただきまーす。おーっしゃー。うまそう。うん、おいしい。うん、ね、うん、うわ、うん、うまそう。うん、うま、ん、うま、ん、うまい、鮭。うん、シラスもおいしい。もうやばいな、今日も。今日も終了ですね。うん、食ったね。やべえな。腹やばくない？はい、腹やばい。やばいっす。今すぐ寝たいっすね。元気そう。
確かに帰る、頑張って帰る。おお、おお、すげえわ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございました。気をつけてください、ね。はい、すいません。美味しかった。いや、変わったラーメン屋さんだったな。かなり癖強っすね。かなり癖強っちゃった。なんだろう、もう。ということでこの鎌倉ナイトは今日も飲んだくれて終わりましたね。これもうやばいよ、飯も食ったし、飲みすぎた、最高だったな。こりゃ帰る。はい、じゃあまた。じゃあまた。はい、はい、ありがとうございました。最高でした。今日も楽しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。イエイイエイイエイ。ダメだもう、このまま寝ちゃいそうだ。最高だ。ダメだ。